最近さ、その甲子園熱中症問題も結構あるわけよ。そうですよね。そのそもそも屋根があるところでやるべきなんじゃないかとか、はい、時期ずらすべきなんじゃないかとか、いろいろな意見があるわけよ。で、高校生の気持ちになると、甲子園って場所だけは変えん方がいいんじゃねっていう派なんや、俺は。例えばその京セラドームになったとしても、なんかちょっと熱狂としてどうなんだろうな。うん、歴史的なものもあるし、まあ、憧れみたいになってます。そういうのでも議論されてるという中で、どうも始めなんです。ということでですね、本日はですけども、高校生というキーワードが出たということで視聴者からのね、来るんすよ、マジで受験のご相談、はい、あそこでですね、一番よく来るのがですね、これですわ。この赤本っていうやつは、特にここからの時期もっとやった方がいいみたいな意見があったり、いつやるべきだ、いつやらないべきだみたいなことがあったり、赤本なんて意味がないなって意見だってあるかもしれない。じゃあ赤本って結局何なんっていう意見が 3,4 件来たから、それをやってるという感じになります。いう感じになるんですけど、ランボ君はどう向き合ってました、はい、この子たちと。まあもしかしたらこう分かれてたかもしれない、使い方としては。僕はでかい方。こっちどう使ってた、これ。これを今日は話し合おうっていう回です、はいはい。まあ、細かいことはまあ正直覚えてないんですけど、そりゃそうよね。夏休みぐらいから多分試しに一回問題解いてみて、志望校との差を。東工大ですか。東工大、はい、東工大の赤本みたいな感じかな、はい。この赤本をじゃあ受験生たちはどうこいつらと向き合うべきなのか。僕のおすすめは、こいつらはまず問題集ではないっていう風に一般的には捉えるべきかなとまず思ってて。あ、参考書か問題集かってことですか。いや、参考書か問題集かというよりは、参考書、問題集、赤本っていうもう別のジャンル、もう別のジャンルのものがない、これって。過去問って、そう、過去問って別のジャンルのもの、ね、まあ少なくとも参考書ではないやん、ね、問題が載ってるんやから、こいつらには、はい、で、参考書か問題集なんじゃないかっていう2択しか持ってない人からしたら、これは問題集に見えるわけ。問題がいっぱい載ってて、なんかその自分の大学で出た問題やから解いてた方がいいって思うんやけど、はい、まあ当たり前のことなんですけど、同じ問題って2回出ないんですよね、はい、全く同じ問題って2回出ないじゃないですか。そうですね。じゃあこいつらはじゃあなんでやるのってなったら、志望校の結局ラインを見る、知るため、情報を得るためのものなんですよ、これって、うんうん、だからその前提は僕は結構持論で持ってて、うんうん、こういうのにめっちゃ付箋つけてる子とか見たことあんねん俺。へー。ここはできた、ここはできてないみたいなのをやってる子を見たことがあるんやけど、なんかそれは問題集とか参考書でやるべきことなんじゃないかなっていうのが個人的な感想というか、うん、どうやって勉強したんやろっていう感じなんよね。まあ問題集っていうのは今まで自分が学んだことをアウトプットするためにやるわけじゃないですか、はい、ということはなるべく汎用性の高い問題からアウトプットしていきたいですよね。これ順序的に、勉強の順序的には、その汎用性が低い問題よりも汎用性が高い問題の方が基礎的な問題って言われるわけですよ。いろんな大学、いろんな入試でこの考え方は狙われやすいとか基礎になっているっていうものを汎用性が高いって僕が今言ってるんですけど、はい、そういう問題をなるべく多くやるべきですよね。そうですね。受験で受かるってことを考えると、はい、ということはこいつらは別に汎用性が高い問題を並べたわけではなくて、過去に出た問題の事実を並べただけなんですよ、うん、ということは問題集としては効率がいいかと言われたら、まあどうだろうっていう感じに僕はなる。で、まあ河野玄斗ぐらいのレベルがあるんだったら、まあ、別にいいと思いますよ。もう汎用性が高いところはもう全部終わったからっていう、その順番を経てるわけです、うん、ってなった時に汎用性が高い問題集が世の中にはいっぱい売られてるんですよ。寸大河合とかの学校で配られるやつとかも、おそらくですけどこの考え方は知らないと入試では解けないって問題を優先して乗っけてるはずです、うん、僕が先生でも絶対そういう問題を先に載せます。グラフ理論の問題は載せません、そこにそうですね、そういう話になるんですよ。でも、まあ、グラフ理論はめっちゃ前の問題やけど、ここ最近の例えばなんか劇的な難問とかもここには含まれてるわけですよ、はい、だから問題集として扱うのには微妙だっていう考え方が僕の考え方です。まず、そうですね、はい、まず結論を言いますと、はい、じゃあこいつらは何するためのものって言ったら、じゃあまあ100点がすごくて0点が雑魚だとしましょうか、仮に、はい、で自分の実力今40点ぐらいだとしましょう。じゃあこいつらはどこなのかっていうのを知るための情報詮索のためのアイテムなんですよ、これは、うん、っていう風なのが僕の考え方ですね。だから赤本をいつやるべきですかに関してはいつやってもいいんですよ。なんならもっと最初にやった方がいいかもしれない。やるっていうのはどういうことかというと、問題を解くってことじゃなくて、このレベルの問題を解けることがこの大学に受かることのスタートなんだ。で、その時に見るべきは、特にね、こっちの方がそれが見やすくなってるんだけど、確かこの京大の理系数学とかってレベルが書いてあるんですよ、 A、B、C、D で。で、京大行きたい人はまず A が完璧に解けるっていうランクをなんとなくレベル感で知るべき。どの分野でも、あ、これは A 問題だな、
これは B 問題だなっていう感覚を養うべきで、いや京都大学の基準を脳にインプットした方がいいと思うんですよ、京大を受ける人は。例えばその他で、例えば何プラチカ人気あったな、この前の順位付けのやつ、あ逃げした、プラチカやってて、あこれは京大やったら A やなみたいな。でも別にそのもっと下の大学やったらそれが C とか D にもなりうるんですよ。だから同じ問題でも受ける大学によってそれが難しいか簡単かと変わるんですよ、だから自分が行きたい大学の A 問題を知るってことがめっちゃ大事なんですよ。だってそれが解ければ逆に受かるんやから。 C 問題 D 問題っていうのは当然多くの受験生が間違えてる問題ってことに多分なってるはずです、はい、で多くの受験生が間違えるということは汎用性が低い問題の可能性が高いです。で汎用性が低いってことは2回目出題される確率がより低いです。 C 問題 D 問題は我々がやるんで安心してください、安心して間違えてください逆に。だからどっちかって言ったらこっちの方が好きかな俺は。なんでかってこっちは初心者からしたら分かりづらいと思う、何が A 問題なのか何が B 問題なのかっていうのは分かりづらい気がする。だから有識者が周りにいれば聞いてください。要は京都大学行く人やったらこの中のどれが解けるべきですかとかは有識者に聞いてた方がいいと思います。その有識者っていうのは塾の先生とか学校の先生、要は受かるにあたって必要な問題と、まあ最悪解けなくても受かるけど、まあ一応やってた方がいい、一応やってた方がいいけど、あまあ後回しにしても良い問題になんか丸と×つけてくださいとかやって丸の方から知る。であと YouTube に多分レベル書いてありますそのそ、ね、いろんな人が多分過去問解説してるでしょ。最近は大体何でもありますね。で大体サムネに、まあ、俺らって星つけたりするやん、はい、星何個とか、そう星何個とかが結局汎用性なんですよあれって。そのあたりを見てもいいかなと思いますね。でもねもちろん こういう大学ばっか受けたい人じゃないと思うんで、それはもう赤本これ買って買うんだけど、この赤本のタイプには書いてないんですよ。ちなみに物理とか書いてあるのかな。物理書いてないですね。大体物理は最初 A が出題されて BCD ってグラデーションになってるはず。まあ大体そうです、大体そう。だから物理とかは自分がどこまで解けるかで大体自分の実力が分かると思います、 ABCD でも数学はちょっと分かんないかも。今自分が分からんかった問題が D なのか A なのかを知らずにやっちゃうと変な感じになりそう。バラバラなんで、僕は赤本は浪人する前の3月から阪大を目指すと決めたんで阪大の赤本買いに来ました。僕それまで神戸大学目指してたんで、今の自分だとどのレベルができてどのレベルができないんだろうまず明らかにしていったんですよね。その時に阪大って、まあ、当たり前なんですけど神戸大とかよりは難しい問題が出題されてるんですよ。じゃあ分かんないですよね。これは当日できなきゃならない問題なのか、これは当日最悪できなくてもいい問題なのか、それは予備校の先生に聞きに行きました。できるべき問題はどれで、できないべき問題ってどれですかって聞いたら、まあ、一応教えてくれたんやけど、うちの予備校のテキストは汎用性が高い問題からまず前期はやっていくから、まず予備校のテキストを頑張ればいいと思うよって結果言われました、うん、それが結局阪大の A、B を解くことにつながるからみたいなことを言われた記憶があります、まあ、だからそれって結局赤本を今ゴリゴリ問題集みたいにやんなってことだと思うんですよ。その D とかも含まれてるから順番としてはまず A、B を完璧にしましょう。それは予備校のテキストに C とか D は含んでないから A とか B をまず前期は入れて、前期っていうのは大体9月ぐらいまでの話なんですけど、まあ要するにもう何回も同じこと言ってますけど A 問題、B 問題ができるようになってほしいんですよ各大学のね。あなたが例えば筑波大学を志望するなら筑波大学入試問題における A 問題、B 問題を解けるようになってほしいっていうのがもう受験の一番最優先課題になるんですよ。特にこれは理系科目では特にこの手法が効きます。でまあ東大とか京大行く人は何年分もやることはまあ意義があるんかも。結局 C 問題 D 問題とかで差をつけた方が理系だと良さそうじゃない。僕の感覚では、うん、それの方がいいと思ってます。それでもなんか上の大学を目指す人はそれでいい気がするよな。まあ確かにそうですね。基礎的な問題は結構取れて当たり前なところだ、うん、あ特に医学部志望とかなんか合格率上がるでしょ。なんか数学は6割7割ぐらい取らへんと、うん、合格ラインじゃないみたいなやったら C 問題までとか D 問題まで視野に入れないといけないから結局これ全部やった方がいいみたいになる風にそのグラデーションされるんだけど、俺が受けた阪大とかは正直 A と B だけで受かると思うよ。特に基礎工学部とか工学部はみんな大体半分も取らないから、どちらかというと共通テストで高得点取ってなんか二次試験を頑張って耐えるみたいな合格の仕方が一番多いと思う。だって俺あれやで、今思い出した、阪大もし冊子乗ってるやんか、はい、冊子乗ったら、俺はだからあの1回しか乗ったことないんやけど、まあ、それは頭おかしいんやけど、あれ冊子乗ってるからめちゃくちゃ賢いやんって思うかもしれないけど、あれ俺5割ちょっとしか取ってないからね。で、5割5分で冊子乗るんですよ、逆に言うと、うん、ってなった時に、阪大は5割やとした時に5割ってことは 50% 間違えていいんすよ、うん、C 問題、D 問題切れるんすよ。もし共通テストとかでめっちゃマイナス抱えてる人はちょっと C まで手出さなあかんくなんねんけど、一般的な共通テストの点数とかだと多分切れるんすよ。だから A 問題、B 問題は先やることに意義が出てくるんすよ。
だからどっちかというと A 問題 B 問題で間違えないことの価値が高くなってしまう、どうしても、うん、C 問題正解することよりも。でも東大京大その他医学部もろもろを目指す人は7割ぐらい必要かもしれないから、そういう人らは逆に言うともうこれ全部もう趣味のように鬼のようにやるが成立してしまうかもしれない、やり方として。僕は、うん、鬼のようにやってました。ああマジでそれしてました。確か東工大が入試の方式が特殊だったっていうのがあるかもしれないです。当時センターの点数が必要じゃなかった足切りだけだったんで、あだから大学によってその戦略とか変わるかもしれないですね。確かにそうね。だから各大学 あのボスをマークした時にどう対応するべきかっていう RPG ゲームのやり方と同じで、うん、それをやるためのその情報詮索をするためのもの、うん、だからここにはこのボスは火に弱いとか雷には強いとかそういうことが書いてあるものなんですよ。そうですね。だそれを片っ端からやることは意義があるかと言われたら、一番上とかだったらまあそうやってもうまくいくかもしれない。だってもう汎用性高い知識がついてるんだから。でも汎用性が高い知識がない人からしたら汎用性高い知識をつけることこそ重要になるんで、うん、そういう感じでやってもらうべきなんじゃないか。てか僕は結構それで受かった気がしてます、うん、だから1枚白紙で出した気がする俺。全然いいと思いますよ、それで。結局半分以上あったから、うん、数学みたいな、なんかそういう方が結局ね、点の取り方として正しい気がするんで、そういう風に皆さん参考にしてもらえたらいいかなと。で、まあ皆さんね、あの、おのおのの赤本の使い方、今日は赤本談義なんで、この赤本っていうのは皆さんはどう向き合ってたかを、まあ、コメント欄に書いていただいて、まあいろんな意見あると思います。どれが正しいとかないっす。あなたに合ったものを、その中から取捨選択、情報取捨選択して、あの、電源はこう持ってたよっていう話なんで、皆さんそれを情報取捨選択してやってもらえたら、まあいいかなと思います。ということで、今9月だと思いますけど、あの特にこれ僕浪人したから浪人生向けにちょっと発信したいけど、現役生が伸びてきて焦るっていう時期が発生するんですよね、うん、そうですね。あの安心してください。あのあなたたちもちゃんと伸びてるんで、あなたたちもちゃんと伸びてるんで、あのそこはね頑張ってねやってもらえたらいいかなと思います。皆さんこいつらとね向き合った日々がちゃんと点数につながるってことが一番大事ですから、向き合ったのになんかやる、いやあれやらんかったらよかったってなる受験生が多分毎年出てるんですよ。だからそうならないためにちょっと今日はこういう動画を撮ったということで、ぜひ参考になれば嬉しいかなと思います。ということで本日の日曜日がやります。ありがとうございました。ありがとうございました。